写真拡大。阪神は新助っ人ジェフリー・マルテ内野手27、全エンゼルスの実力評価に慎重な構えを崩していない。宜野座キャンプを視察した評論家や報道陣が大きな戦力と水を向けても、矢野監督はまだまだの一点張り。コーチ陣もまだわからないと口を揃える。11日の紅白戦では5番で初打席初本塁打を含む2安打3打点の衝撃デビュー。それでも首脳陣は冷静だった。良かったんじゃないの。初めての実戦にしては内容のある打撃をしてくれたと矢野監督が軽く流せば、浜中打撃コーチも無駄な動きがないので低めのボール球は振らないかなという気はすると慎重。誰も未だに4番 OK なんて言わない。背景には昨年のロサリオ内野手のトラウマがある。金本前監督はこれは間違いないと初の紅白戦から早々と4番に据え、ロサリオも期待に応えてキャンプ中の6試合では12打数8安打10打点、打率667、3本塁打と猛打を振るった。ところが本番になると全く通用せず、当時の首脳陣が眼力を問われたのは当然だ。口が裂けても4番合格などとは言わない。期待はするが評価は慎重にの姿勢を貫くはずと球団 OB は見る。実際キャンプどころかオープン戦の段階でもマルテの評価は定まらないのではないか。対戦する投手はあくまでも調整の一環で、何が何でも抑える気では投げてこない。要は本番でロサリオになかった対応力がマルテにあるかどうか。これを見極めていくことが肝心と先の OB も同調している。スポーツライター西本忠成。